タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。この番組いつからこの怪しいツアー番組やったんだよ。え、もう事前にバック出てるんじゃないですか、これ。あ、怪しいですよ、これ。怪しい。もう岩井さんも美咲も全員怪しいですよ、これ。歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニー、ニュージェネレーショングループオーナー、桑田流星、年商10億。緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使し、ホスト 2.0 時代を牽引。アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う？ちょっと、あ、前屈全員これ、そうそう、で、あと、前屈、はい、これが前屈、前屈、ちょっと M は、はい、桑さんと、あ、なんていうの、その2回やっとかない、その、これは2回目がさ、1回目じゃないの、 L、 L、 なんか、はい、L、 こうですね、1回目こんなもん、めっちゃ硬っ、こんなの、僕の方法ですね。ジョーさんが一番やばい。ダメ。めっちゃダメですね。めっちゃ硬いですね。ダメだな。よし。じゃあ、ここが。じゃあ、止めかってさえ。あ、ありがとうございます。こういうのみんなやった方がいいですか、はい、じゃあ、これ。これも、はい、はい。お互いで。これ、どうするの、じゃあ、二人でやってみてください。これをどうしたの、で、これで。あ、しますか、そうですね。ああ、これで。じゃあ、俺が押します。倒れるよ、全然。ここやればいいですか、ああ、全然倒れる。はい、はい、倒れます。はい、はい。おぉ、倒れていい。余裕で倒れる、余裕で倒れる。危ない。いいの、やってみていい、おぉ、はい。あと、せっかくなんで、これも。え、ちょっとお願いします。え、これで、ひねる、ひねり。こうやって、合わせて、こう、合わせてます。あ、痛い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 。はい、ひねる。こっちじゃないですか。あれ何、合ってる、ここで、持ってるだけですね。ちょっとスーパーかもしれない。戻すんです。戻さない、戻さない。はい。戻さない、戻さない。ここ動いてない。ここ動いてない、ここしか動いてない。ここ動いてないですね。はい。ちょっとやらせてもらっていいですか、はい、まっすぐこう押してあげると。きますよ、ゆっくりですね。はい、こうですね。おぉ、もともと強いです。あ、そんな。もともと強い。やった。こんな感じです。ただの T シャツでしょ、そんな。まさかね。いきますよ。じゃあ、まず、前屈から。前屈から。いきます。ね、おぉ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 、強くなった。スーパー林マンになってる。目が。おお、動いてる。動いてる。怪しい。もう初めて見た。もう取れなきゃいいんじゃないですか。すごいよ。え？ちょっと待って。これ着て筋トレとかしたらすごい。あ、もちろんです。はい。お。わっ、おぉ、すごい、おぉ、やべ、肩痛めそう。本来の力以上が出た結果、肩が強そう。肩が。ここね。すごいわ。これ。ここは最初は柔らかいよね。ここね、ここね、ここ。OK、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 OK。来ますね。いや、これはないわ。そんな魔法みたいなもんあったらもうみんなスーパーマンになれるよ。もう、ゆうたもね、岩井さんは怪しいわ。林さんは怪しいね。全員敵。いきます。めちゃめちゃ動く。動く。すごい。気持ち悪い。え、怖い。あ、ジョー君ね。これぐらいですね。はい。まあ、これぐらいですね。これぐらいですね。痩せろ。ちょっとあれじゃん。ちょっと腹が。あ、そうかそうか。今来てます。ああ、これすごいですね。本当に太ったね。儲かりすぎじゃないですか。儲かると太りますからね、人はね。いきます。
志願者から令和の虎へと成り上がる株式会社 SGGK グループインターナショナル代表ジョー・ハヤト。家庭で味わえる本格牛タンを武器に完全オールを達成。 YouTube チャンネル開設などおうちでマジ牛タンの勢いは止まらない。牛タン界の独眼竜が志願者のプランを切りさばき新境地へと攻め込む。いいぞ。おお、あ、つきますね。お化け。何、怖い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 。何が起きてんだろう。もう全然。いろんなところの力で耐えてるってことですよね。そうです。全部の筋肉が使えてるってことです。すごっ。本当だ。すごいね。なんで？わかりやすいね。めちゃめちゃ動いてる、うん、はい。うわー、怖えー、これありがとうございます。これ怪しい通販番組みたいになってるよ。全員演技じゃないみたいな風に見えてるでしょうね、絶対ね、うん、でも初めましてですもんね、本当に。そうです。どんだけ言ってもさらに怪しさが増すぐらいです、ね。怪しい。驚きの連続、信じがたいがこの効果は紛れもない事実のように見える。しかし、金が積まれるかどうかは事業計画次第。虎との問答は続く。介護の現場ですごいこう聞くんですよね。はい、はい、そうなんです。寝たきりの人をこう持ち上げるときに。すごいね。で、ジョーさん寝てください。はい、一番ちょっと持ち上げたくない人です。はい、だいぶ。ジョージーさん、大丈夫？で、まずは、じゃあ、林さんが、もう脱ぎましたよね。え、着てる。あ、着てる。脱いだ方がいい。はい、脱いでください。はい。で、申し訳ありません。失礼します。ちょっと、頭が、つい、脱ぎたくないもん。はい、すいません。あ、わかる。ずっと一緒にいたい。もう。すごいね、これ。ジョージーちゃん、元気？昨日もちゃんと牛タン食べた？食べたよ。食べた？マジで。じゃあ、林さん、すみません。一回ですね、ジャンプして。ジャンプ？リセットをしなきゃならないので。もうじゃあ、今、効力が続けるの？若干続いてます。ジャンプするとなくなるの？ジャンプして、はい、パチ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 。怪しい！ジョージパチから戻るなんて。でも、脱いだ瞬間、脱いでも戻りますよね。戻ります。あつこちさん戻るの？またまたそんな。俺、捨てて。本当に戻りますよ。どうぞ。すごい。はい、え、体硬っ。脱いだ瞬間に元に戻っちゃうんですよ。なにそれ。で、ちょっと彼をです、ね、怪しすぎるって。俺は視聴者の代弁にするけど、これは怪しいよ。マジで。でですね、下にこう首の後ろに手を入れていただいて、でですね、ここで力だらんとしてくださいね。はい、で上げてください。おお、重いよ。無理。またやらせなと思うけど無理。左手ちょっとサポートしてもらっていいですか。本当に非力なんで。この辺でサポートしてもらっていいですか。はい。で、これを、はい、お願いします。こんな感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、もう一回置いていただいて。これの？はい。あ、すみません。偉くなったな、ジョー。はい、元合唱部副部長なんだね、僕ね。文化系なんですよね。いやー。すいません、またして。どうしよう。ちょっと。後ろ側になってますんで。あ、はい。いやー、ジョーさんは重いっすよ。こんなん全然信じられないね。いいんですか？はい。こっちからしなくていいですね。はい、大丈夫です。はい、お願いします。じゃあ、行きますよ。どうしよう、これで持ち上がっちゃったら。怖すぎる。プレッシャー。あ、力抜いてくださいね。はい。ジョーさん、さっきと一緒でした？いや、全然一緒。すごい！怪しいよ。怪しいでしょ。すごい、本当にすごいです。本当にやばいです。あんな簡単に上がるわけなくないですか？本当にすごい。何て言うんですかね。ジョーさんが、なんでしょうね。発泡スチロールになってるな。そういう感覚ですね。スッと言いましたね、本当に。急に痩せた？
え、今度逆やってみてほしいですね。着た状態と脱いだ状態で先に着てみてほしくないですか。いやね、だし先に着てみる。なんかなるほど、ね、アルコあのプラシーボみたいな。あね、確かに確かに。じゃあ今ちょっと脱いでいただいて。じゃあじゃあそれでもいいし、あの逆パターンもね。逆パターン。それもありますよね、はい。思い込み効果かもしれないですよ。確かにそうだよな。再チャレンジ。けどこれでパチパチしなきゃ。はい、ジャンプしていただいて。ジャンプしてパチパチしなきゃ。はい、パチパチお願いします。一回消さなきゃ。本当だ。本当にこれ。パチパチしなきゃいけないのこれ。本当だ。俺何見せさられられてんだこれ。いきます。お願いします。いきますよ。せーの。あれ残ってる。あやさん、あやさん増しちゃったよ、これ。どう、はい、あれわかんないです。やらせ。腹筋使ったって。ちょっと今、ジョー君が。ジョー君が起き上がろうとしたよね、今。ちょっと今、僕がやし。ちょっと。脱力して。せーの。ちょっと待って。これ脱力してんの？脱力してますよ。もう何も考えてない。じゃあさ、ちょっと逆にまた分かんなくなってきたよ。もう一回来ていい？もう一回。確かに何回も検証しないとね。わかんない。怪しいもん。すいませんね、皆さんお待たせして。いやけどみんな、けど僕がじゃあ今度は、実験台になりたいですよ。その、持ち上がる、上げる方っていうか。だめだよ、腹筋使っちゃう。だめですよ、ほんと。回すな。見てますよ。どういうこと、どういうこと、すごい。もう今思うかったね。ちょっと向かったけど、全然いけます。吸ってきましたね、今。スッといってんな。よろしいでしょうか、そんなとこで。はい、もう、すいません。はい、時間なんで。はい、やりました。みんなやりたいよね、これね。やりたい、やりたかった。リライブシャツの効果を堪能した虎の面々。その奇跡を目の前に、驚きを隠せない様子。次回、最終話。男の挑戦。その一部始終を目撃せよ。合法ドーピング的なことですよね。